朝日キャンプ場に向かってます。いやー、昨日まで台風だったんでね、天候大丈夫かなと思ったら今日は一変して晴れたので助かりました。で、明日まで晴れなのかな。で、明後日からまた雨なので、今日しかないということで今向かっております。ただ今17時11分。もうちょっと早い行きたかったけどな、いつものようにまたドッグラン行ってたんで遅れちゃいました。なんかでも5時半ぐらいには到着すると思うので、そこから設営していきたいと思います。では台風で荒れてるかなと思ったけど全然荒れてなかったね。よーし、芝生サイト、いい芝生のサイトが、いや今日はこんな感じですね。いやー気持ちがいい、こんな綺麗な芝生久しぶりや。ここで設営していきたいと思います。今日コールマンのダークルーム、6人用かなのテントを張りたいと思います。今更も親指すぎて大丈夫でしょ。やってみる。左利きはまた別やからね。引っ張っても切れません。引っ張れば引っ張るほど締まるっていう結び方ね。はい、以上。晴れたよ、綺麗にピンと張ったでしょ、これで。いやインスタントでも結構手がかかるな。インスタントでも手間がかかる。さあ、次は荷物全部下ろして内装していこう。コールマンの純正だいぶ出来上がってきましたね。柵もうまいこと入ったね、これ。はい、どうも。なんとか設営できましたけども、真っ暗になりすぎた。とりあえずこれをやっていきたいと思います。 OK かな。今日はピンマイクを用意しました。どこやったら、オーテクの9901っていうやつ。これなかなか音が入りやすくて喋りやすいかな。ボソボソ喋っても多分入ると思う、音は。よし、日が凝ってきましたので、炭入れよ、炭。よし、薪はいっぱい持ってきてるからね。豚汁と
ナスビの田楽と、また今日前回に引き続き今回も毛ガニ。今日はね毛ガニが売ってたの。ほら。よいしょ。いる？いる？ほら。毛ガニ。毛ガニが2匹。ほら。カニちゃん、カニちゃん。美味しそう。見て見て、毛ガニ。なかなか売ってないよね。ほら。よいしょ。よっ、毛ガニだ。よし、これで今日は調理していきたいと思います。よいしょ、冷た。よし、そしたら火も安定してきたので、お鍋をかけたいと思います。お、いい感じじゃないかい。これはただな、あのな、はあ、米持っていくの忘れた。最低やろ。銀紙、あのアルミホイルも忘れた。あー、もう今日何しに来たんやろうな。米がないってどういうことよ。いや、お昼にさ非常食で食べようと思って、こっちか、ほら、おにぎりを2つ買ってたから、まあこれで食べるんだけど、何のためのキャンプやね。 日頃と変わらへんやんけ。まあ米があるだけマシですわ。とりあえず今日はだからおにぎりでいきます。いやでさ、まだあんね、 DVD のプレイヤーを持ってきたのにソフト持ってきてないね。何を見ろと。今日一日暇やぞ。夜の時間つぶしが何もできんくなった。さ、そんなことです。はい、それではね、面白いメスティンでトマト焼きを作ってみたい。今トマト高いなぁ。3つで550円やったで。めちゃめちゃ高いな。トマト、綺麗なトマトやけど、はい、トマトがバジルとお塩、バジルお塩、こんなもんかな。はい、それでは沸騰してきたのでお味噌を入れたいと思います。よいしょ。そしたら、鍋の方ができてきたので揚げてみましょう。よいしょ、ほら、できた。完成。そしたら、そう、わあ、美味しそう。うん、じゃあいただきます。あ、うまっ。あ、よう味ついてる。はい、そろそろカニが蒸し上がった、茹で上がったと思うので、よいしょ、よいしょ、火から下ろして次やりたいと思います。これは後で食べますからね。トマト蒸しやりたいと思います。さっきのバジルトマトね、ここ、はい、ここに入ってます。よいしょ。これがねトマトスープになるらしいね。やってみましょう。ほい、
カニちゃんが睨んでおります。後で食ってあげるからね。すげえ湯気美味しそう。こうか、美味しそう。お、ナスビが、お、ええ感じになった、ええ感じになりました。おお、美味しそうやんか。よいしょ、ここに味噌を塗る。見よって味噌、味噌、よいしょ。うわ、うまそくなりすぎて。秋といえばサンマですよね。来てきましたが、サンマ買った一匹だけ。そんなに食べられへんからね。サンマの開き、よし、ほら綺麗な。やっぱり一番脂乗ってて一番うまい。おお、最高。いただきます。ナスビめっちゃうまい。バーキナスかな。うまいね。いやー、美味しそうやで、これ。すごーめっちゃうまそう。サンマ最高やね。よ、これぐらい。うん、これトマトはいつ出来上がんねや。私全然わからへんねんけど。美味しそう。これ焼きたてやで、そのまま食べんねんで。よいしょ、こうでしょ、こうでしょ。ノンカットやでこれ大丈夫これ。めちゃめちゃ美味しそうやんか、ほら美味しくないわけないよね。よいしょ、美味しくないわけがないよね。よし、いただきます。うまっ。多分蒸し上がったと思う。煙で出てたか、煙っていうか湯気が出てたから。さ、ほんまにスープになってんだろうか。よっこいしょ、熱そうやなこれ。あれ、よいしょ。それではいくよ。あ、よ、それではいきます。よし、蓋オープン。なあ、おおおおおお、こんなんなってる。いや、めっちゃ匂い、いい。バジルのすごくいい匂いがしてる。さあ、食べてみようか。いただきます。うわぁ、すごーい。何これ。いただきます。うまっ。これめっちゃ美味しいぞ。いや、ただ単に入れただけやのにな、塩かけて。すんごい美味しい。うわ、これめっちゃうまい。やって正解や。いや、トマト丸々入れて塩とバジル入れただけやで、そんなに美味しいの。うわ、ほんまにトマトスープになってるわ。こんなんでトマトスープになるんやな。うまっ。皆さんやってみてください。これはほんまに美味しいです。いや、これほんま美味しい。めっちゃうまい。トマトの酸味がまこ絶妙ですわ。美味しかった。さあ、そしたらカニちゃん行こうかな。毛ガニの方行きたいと思います。よっ。スカスカかな。大丈夫かな。毛ガニは痛いね。お、いけてるやん。よし。よいしょ、よっ。あ、うまっ。めっちゃうまい。めっちゃ甘い。あ、やっぱ毛ガニはうまいね。渡りとまた違う。うわ、うわ、めっちゃ入ってる。
見える？もうちょいか。こんな感じか。こんな感じで見える。うわあ、うわあ、毛ガニや。いや、うまそう。さあ、まだ残骸になるので手で食べるから汚いので、食べ終わってからですね。それではいただきます。いやあ、ごちそうさまでした。あー、食った。お腹いっぱい。あー、さあ、一服して片付けて幕内に入ろうかな。今日は何もすることないね。 DVD 忘れたからな。見ることもできへんしな。ワンズと遊ぶしかないねんけど、ワンズのご飯も作ってやらなあかんからな。よし、あとはちょっと片付けていきます。休憩してからね、ゆっくり焚き火の時間ですわ。端材切ってだいぶ持ってきたからね、楽しめるよ。今日は山ほどあるからよし。いやー、いいですね、焚き火も。炎が気持ちいいね。まあ、炭使うと安定した火力が得られるので鍋とかするのにはいいですね。焚き火で火の調節をしようと思ったらだいぶ難しいよね。さあ、今日はコールマンのダークルーム貼りましたけども、なかなか広くていいですよね。まあ、ポップハップとかああいうのに比べたらはるかにマシやわね。確かに。テントももう37幕目になりましたね。いや、コールマンのシマロンだけは失敗しましたわ。詐欺に遭うとは思わんかった。いやー、ショックでかかったけどね。まあまあ、手に入ったからいいですわ。ほんで、何買ったんやったっけ。だいぶなんや買ったで。ああ、そやそや、多分今日到着やと思う。今日かな、明日帰ったらすぐ到着してるかな。何やったっけ、リビングメッシュエッグ、スノーピークのレアなものですわ。もう廃盤になって手に入らないですからね、あれは。いや、あれを本当は今日も初張りやから、あれを持ってこようと思ったんですけどね、到着しなかったみたいなので、先に、まあ、張らなきゃいけない幕が十数幕あるんで、いや、たまりにたまってますからね、夏の間に買ったやつが。キャンプ行けなかったんで、キャンプ道具だけが増えていってますわ。37幕。でも一つ狙ってるのね、40幕目っていうやつ。あと3幕なんやけど、どうするかね。でも、もう買う幕がないのね。でも40幕目はデガゴン買います。誰かさんと一緒ですけど、あれハーフインナーしかないからな。66やろ、6メーター6メーターなのね。でもあれは広そうやな。リビングシェルより何より一番広いんじゃないかな、タケノコテントよりも。あ、ノルディスクのアスガルド 19.6 を買いましたわ。高いなあ。しかし、値段は置いとくとして、むっちゃ高いな。信じられへんわ。ほんで重たい。36キロぐらいあるのかな。インナーシートじゃないわ。何やったっけ、リビングシート。下の、アンダーシート。あれだけですっごく重たいのね。いやこっち側で映しとこうか。こんな感じでいい？さあ、どうするかね。あと2幕、ちょっと安めのやつを買って40幕目でデカゴン行くか。
コールマンのシマロもそんな高くないのね。3万8000円か4万円ぐらいで手に入るんですけど、あ、電車が通ってる。4万円ぐらい手に入るんですけどね。いやそれがね、2万8000円ぐらいで売ってたのかな。でそこに飛びついたら、振り込んだ瞬間、あ、ダメでしたね。もう後の祭り、詐欺会社やったみたいなので、いやめっちゃ高い幕になったわ。なんぼ4万円に3万円足したら7万円の幕になったよ。7万円もあったらむっちゃええ幕買えるっちゅうねんな。これ以上増やしてもどうかなとは思うけど、でももう37まで来たからね、40幕目張りたいな、買いたいなとは思うけどね。あと少し頑張ろう。43幕持ってる人がおるからね。そう、そこを目指してるんですけど、なかなかね、到達しないですね。あと6幕か、ほら無理やわ。だいたい買う幕がもうない。まだ何、コールマンのツールームとか、タフ400とか、380もあるし、タフドームの300、タフドーム4300もあるし、2725もあるし、ケシュアが何、ケシュアがあと4つ残ってる。リビングシェルターみたいなやつと、ファミリーの4、アルプナのファミリー 4.1 かな、 4.1、4.2 で、エアーの 6.3XL かな、まだ春幕山ほどあるからね。さあ今年中に全部貼っていけるのかな。まあおしゃべりはこんな感じでございます。いや焚き火見ながらやったらいくらでも喋れそうやね。あんまり喋るの昔はね得意だったんですけどね、あんまり喋るの好きじゃないんで、一人で黙々とやってるのが好きなんですけどね。いやいいですね、焚き火見ながらこうなんか語れるっていうのは。だって誰も聞いてくれへんねんもん。いつも一人でおるからさ、ワンズに話してもさ、聞いてはくれるけど会話にならへんからさ。いやなかなか幕の話するとね、いっぱい話は尽きないんですけど、あとキャンプ道具ね、いろいろあるもんね。この間何やったっけ、トムショーやったかな、スノーピークより高いポットを買いましたけど、中華製でスノーピークより高いってすごいよね。じゃあそれがスタッキングするのにね、ちょうどぴったりなんですよね。そのためにチタンのポットを2つ買いましたけどね。それとプリムスの、クッカー、これが12センチでぴったりシンデレラフィットするやつがあるのよ。でそれを買ったのね。でオプティマスの風防があるから、それにかぶせてみると、これがまたぴったりなのね。もう超感動したわ。で中にプリムスやから、250缶が中にスポッと収まるのね。それバーナーと、それだけ持ってったらもう煮炊き全部できるっていう。いいな、楽しかったね。あのフィットした時の感動っていうのはあるよね。あと蓋、いろんな蓋使ってるけどな、なかなかマッチする蓋がないのね。でシェラで一回、シェラカップで一回、あれ何やったっけ、ご飯炊いてみたらやっぱり焦げるのね。みんなやっぱ焦げるのね、シェラカップで炊こうと思ったら。いやー面白かったね。やっぱり蓋は穴開いてないとダメね。自分で穴開けてもいいねんけどな、やっぱ蒸気を逃がすものがないと蓋がパカパカするから
置くだけじゃダメなのね。いやー、なかなか難しいですよ。まあ、話これぐらいにしときましょうか。なんぼでも時間経つもんね。はい、ありがとうございます。これだけスペースあったらあんたたちいいでしょうね。私だってここよ私ここよ、端っこの方で。ビシュでかいねお前。でも天井全然高いでしょ今日はね。いいじゃん、ここはまあいつもの通りやけど。はい、よし。だからご飯食べよっか。ご飯食べる、ご飯、ご飯食べようか。よし、ご飯、よし、ご飯は、ご飯、ご飯食べようか。ああ、忙しくなってきた、忙しくなってきた。ではご飯用意しましょう。こぼすのない。うわ、もう盛大こぼして一個ずつ拾ってあげるから。よいしょ、食べてください。はい、いよ。よし、よし、そこ何ぼこぼしてもいいよ。しょうがないよね、でもね拾ってあげるよ、ちゃんと。お前これぐらいのがいるな完食、ごちそうさんでした。ただいま6時33分。なんかちょっと寒かったね。気温25度。夜なんか20度ぐらいまで下がったような気がしますけど。おはよう、おはようって。いやー、それでもいい幕だと思いますよ。コスパ的にも最高やと思いますわ。窓が4層構造になってるから、中のシートメッシュ、外のメッシュ、外の外壁フライのフライシートがあって、ただ難点は外にアクセスするのが中からはできないっていうこと外には外行かんと閉めれない。で、あそこいいよね。ほら、ほい、中からコンセント出せるところがあるのね。だからあれあるのもすごく便利。あと謎なんやけど、上にランタンフックが なぜか2つ。あれ1個何のためにつけたんやろな。なんか理由があるのかね。そこの機能がよく分かりませんでした。さあ、まあ、そう、膜もしっかりしてるし、ね、いいんではないでしょうか。まあ、3×3、まあちょっと違うけど、2.7×3.3 かな。でも平米数にしては一緒やから、そんだけあったら、まあ、ゆっくりできるし、ね、よかったと思います、今回は。はい、夜が明けたのでもう8時ぐらいやけど
こんな感じで撮影ができております。よいしょ、それでは撤収開始。お疲れ様、お疲れ様。今日も一日お疲れ様でした。